ミューズリー。刻んだバナナをミューズリーに添えて牛乳をかけたもの。ミューズリーとは、ロールドオーツなどの未調理の加工穀物とドライフルーツ、ナッツ、種子類などを混ぜ合わせたシリアル食品の一種である。主に牛乳やヨーグルトなどをかけてふやかして食べる。市販のミューズリーには砂糖や蜂蜜で調味されているものもある。好みの配合を自作することもできる。 発祥地であるスイスでは、元来軽い夕食として食べることが多かった。その名ミュースリは、シチューや、カユなどを意味する、スイスドイツ語のミューズに、縮小字 l i がついたものである。また、ビル・ヒャー・ミュースリおよびビル・ヒャー・ムースは、発明者名ビル・ヒャー・ベンナーを冠した故障である。また、英語のムセリーを、ムーズリと読むことがある。なお、 ミュースリに、ブッターブロートとカフェオレを添えたものは、ドイツ語でビル・ヒャー・ミュースリ・コンプレットと呼ばれる。1900年頃、生の果物と野菜が療養に必須であると考えた、スイス人イシ・マクシミリアン・ビル・ヒャー・ベンナーが、自身の経営するサナトリウムの患者のために、ミュースリを考案した。ビル・ヒャー・ベンナー夫妻が、アルプス山脈を登山した折に食べた。 山岳放牧の牧道の間に伝わる伝統的な食事から発想を得たとされる。ビル・ヒャーベンナーのミュースリは水に浸してふやかした未調理のお支援箱を主にレモン汁、コンデンスミルク、おろしたリンゴからなり、好みで生のヘーゼルナッツやアーモンド粉末を振りかけたローフードに非常に近いものであった。コンデンスミルクが使われているのは当時は 冷蔵技術やパスチャライゼーションが普及しておらず、生乳の衛生に問題があったからである。ビル・ヒャーベンナー自身はこの食物を単にディースパイズと呼んでいた。現在見られる形のミュウスリは、1960年代に、欧米で健康食品や、菜食主義への関心が高まって普及したものである。近年、全粒穀物の栄養価の高さが注目されている。 ことから日本でも人気を集めつつある。一部、無えすりと表示されているものは、和上とも記すことができるからである。ありがとうございます。